東京五輪に続き、パリ五輪でもアスリートへの誹謗中傷が問題となっている。陸上競歩の混合団体に出場する柳井彩音、立命大が29日、自身の SNS でたくさんの方からの厳しい言葉に傷ついた。試合前は余計神経質になり、繊細な心になる。批判は選手を傷つける。このようなことが少しでも減ってほしいなどと投稿した。 屋内は日本陸連が同日、混合団体に専念するために女子2 0キロ競歩出場を辞退すると発表していた。写真、大号級の安倍歌両親の近くでおにぎり食べる姿が切なくて柔道では28日の5 2キロ級でまさかの2回戦敗退を喫した安倍歌、パーク24に対して大きな反響。海外からも含め、ウズベキスタン国旗が多数投稿されて荒らされているほか、 ネット上には試合後に号泣して退場しなかったことへの批判の声などが書き込まれた。氏はこの日、自身の SNS に感謝の言葉とともに情けない姿を見せてしまい申し訳ありませんでしたと謝罪している。同じく柔道では、27日に行われた男子60キロ級の準々決勝で不可解な敗戦を喫した長山隆樹、SBC 湘南美容クリニックが自身の X で、 対戦相手のフランシスコ・ガリゴス、スペインへの誹謗中傷を控えるように呼びかけた。長山は、お互い必死に戦った結果なので、ガリゴス選手への誹謗中傷などは控えていただきたいです。審判の方も判断の難しい状況だったと思いますと記した。東京五輪でも体操女子や体操、橋本大輝、卓球、水谷隼らが被害を受け話題に。 JOC は大会期間中もモニタリングチームを設置するなど対応し、改めて断じて許されないと強調していた。今大会ではメンタルヘルス、心の健康の重要性に注目が集まり、選手村に精神面ケアのスペースを設置するなど、選手の保護に力を入れているものの、被害は後を絶たない状況だ。